はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ソローネとヒカリの面白い立ち回りを教えてもらいました。ソローネが商人、そしてヒカリが魔導士ですね。魔導士の拡散と、返しの刃、そして緊急回避をうまく使った物理攻撃を完全に無効化する、そういうやり方ですね。では、早速、エクストラステージのボスで試しましょう。それでは行きましょう。最初に、夜の加護が入るんで、これを、ちょっと、消費しないとダメなんだよね。なので、まあ、適当に戦って消費していきましょうか。ね。OK。んでもって、2ターンだから、いや、まだか、次か次かな、いけるのは。残り1ターンまで、やり過ごします。で、敵から攻撃されたら嫌なので、スケジュール交渉で、ナンパしましょう。OK。どうしようかしら。いざ。とりあえずここを、OK、倒しとけば問題ないでしょう。よし、OK。では、ここでやっていきましょう。まず、魔導士の拡散を入れる。3ターンだね、OK。拡散を入れます。で、ソローネで変装するか。変装して光でしょ。で、2回攻撃になってるから、ここで拡散を自分に。オッケー。また攻撃されたくないから、ああ、そうか。はもうしょうがないね。あ、オッケー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 。十分十分十分ですね。ビビパサーも別にしなくてよさそう。いや、傭兵呼びしたらなんか終わりそうな気がするからやめとこう。で、次で、あ、ここで、両方無限化が完了するね。うん。あ、触手、うん、一応倒すか。この手を貸してちょうだい。倒しはしないでしょう、本体を。うんうんうん、いいんじゃない、いいんじゃない。で、これで、無限拡散が出来上がるってことだよね。無限の自分にして、拡散を無限。いざ。で、こっちも、無限を自分にかけて拡散を無限だね、なったね。 OKOKOK。 いやー嫌な感じになった。まあまあいいか。よっしゃ。で、ここで剣士の技の返しの太刀を使っていけば完全に、反撃するでしょ。で、さらにここで緊急回避をすれば物理も効かないし、反撃も同時にしてくれる状態になる。あ、物理攻撃だったのねっていうところね。で、消されたし、消されたいや、これちょっと厳しいな。よし、無限また完成しました。消されないようにしないとね。うん、でもまあまあまあ、消されないようにしようともなかなか難しいんだよね本当に。いいか、ちょっとどんな感じかちょっとね試したいのよね。全体攻撃物理ぐらいしてくれれば嬉しいんだけど。もう行くぞ。 OK、 条件揃ったと思う。これでいけるでしょう。
多分こいつはバフを消さないと思う、おそらく。うん、で拡散を自分で、光も拡散を自分 OK で BP も溜まってる、 OK だね。とりあえず回復を入れとけ。よし、でオズバルドは別に何もしなくていい。でソローネが、あ、ちょっと待って、ここからだ。バフが、ああ違う、これ変装のやつか、変装のやつで無敵のやつも無限化されないので間違いないでしょう。拡散無限なったね。で光もこれで、拡散が無限、完璧でしょう。いいでしょう。オッケーで、一応なんかされたら嫌だから、こっち側のパーティーに変えときましょうか。しっかり働いてもらうぜ。完全無敵、よし、いいんじゃない。効きません、次も効かない。 OK、 BP とかは別に何もしなくていいからね。 OK、 でこれでどんどん攻めていってみますか。いや、それじゃ面白くないな。それじゃ面白くねえな。うん。辻さん。それじゃ面白くなかったんだ。相手の攻撃をガリガリとこう回避して、反撃をしていってほしいんだ。ここで緊急回避全員でしょ。当ててみない。うん、3ターン緊急回避がつきます。でここで返し、返しの4ターン、5ターンぐらいか、4ターンか、うん、これをずっと続けていけばいいってことだよね。いけ、返しの立ち、上書き上書きしていけば、まあ、物理には完全に無敵なんでいいでしょう。上書き、あ、魔法はダメ、魔法はダメ。こいつあれ物理あんましない、あんましないタイプ、もしや、うん、しないタイプなのかもしれない。まあちょっとずつ削っていくか。バカー、あぶねえ、あぶねえ、削らないで、削らないであげて、見たいんだどんな感じなのかを。お、いやでもこの全体にね、毎回毎回これ配っていけるって最高よ。お、こういうことか。こういうこと。 OK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 、 これはいいんじゃないですか。開始の立ちで開始して、なるほどね。で、あれだよね、この反射障壁が全員に行けばもう完璧なんだけども、これは単体なんだよな。これがすごく残念。攻撃してこい、物理でね、物理で。マダンはダメか、ダメだ、こいつ物理攻撃全然しない。もう倒せそうだね。もう倒せそうだわ。でもここからうまいことね、反撃反撃でしていってくれれば面白いんだけども、とりあえず通常攻撃でガシガシいってみましょうか。通常攻撃のみで。ダメなの？あ、オッケーオッケー、反撃、これこれこれ、あ、倒した、早い早い早い、はい、それでは戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。ソローネと光で、物理を完全に無効化する立ち回り、やってみました。
エクストラステージのボスではちょっとね効果が分かりづらかったんだけども、これ物理攻撃ばっかりしてくるやつだったらもうこれ完封できるよ、完封できる。ただ、エクストラステージのボスは魔法攻撃が多くて、さらにバフを消してくるんでちょっとやりにくかったけどね。でもまあどんな感じかっていうのはつかめました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。